はい、皆さん、こんにちは、ソードアートオンライン、ゲーム総合プロデューサーの、バンダイナムコエンターテイメント二見です。はい、同じくバンダイナムコの河合です。はい、この度、バンダイナムコエンターテイメントで、SU のゲーム公式の、YouTube チャンネルを開設することになりました。名付けて SU ゲーム公式 YouTube チャンネルビーターズカフェ、4月からですね、我々 SU のゲームプロデューサーがフリースコープなどで生放送やってきましたけれども、うん、今後この YouTube チャンネルにて生放送を実施していきます、うん、SU ゲームの PV だったりとか CM、 そしてこのチャンネルでしか見られない企画だったりですね、いろいろやっていこうと思っております。河合のモーニングルーティンみたいな。まずパンツ大体裸で寝てるから、ラ族なの。夏はまずね、そっとパンツを履くところから始まるんですけど、なんかね、今までね、結構やっぱりその 3,4 ヶ月とか半年に1回ニコ生とかやってきましたね。 YouTube チャンネルとかで、ソードアートの、まあ、ゲームのアプリだったり、まあ、アニメだったり原作チームとかだと、まあ、結構定期的にソードアートは生放送やったり、各タイトルでももうね、やってたりね、ウィークエンドアイフとか。そうですね。で、最近だと本当ペースコープで毎週ね、やってますもんね、何かしら。まあ、なんかね、新しい形でこのチャンネルで皆さんにいろんなことをお届けしたいなと思ってて、で、何やる？なんかね、まあ、毎週そのユーザーさんからもらった質問とかは、うん、答えていくっていうのを引き続きやろうと思ってるんですけど、まあ、ここでしか見れないね、なんか企画みたいなやつをどんどんこうプロデューサーがね、どんどん作って発信していけるといいなと。昔すげえやりたかった企画があってさ、アスナの ALO のこうね、キリトとね、そう、住んでるあのお家を借りて生放送してみたい。え、一人でやる？ちげえよ。なんか一人キャンプみたいな感じで。やりきりとアスナがいてですからね。じゃあなんかそういう空間でなんかね、うん、それこそね、まあ、もうちょっとこういう状況が来たら外からちょっとやったりとかもやってみたいですけどね。そうだね、うん、あとね、ぜひね、その若手には体張った企画をねやってもらいたいなと。ガチャピンチャレンジみたいな。そうだと何の関係があるんだよみたいなね。パラシュート、そう、パラシュートとかね、それを撮りながらタイトルを告知してもらうとか、ね、あ、いいっすね、なんかね、はい、若手のコーピーとかに例えばね、ジェットコースター乗りながら IF の告知をしてもらうとか、そう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 いうのとかね、だってなんだっけ、99でソウとコラボやってましたからね。そうなんで、なんかそういう面白い企画とかね、なんかこのチャンネルではどちらかというと作品のタイトルごとのまあ魅力を、うん、掘り下げをね、掘り下げ、うん、ユーザーさんからその質問だったりとかで答えたりとか、コミュニティの場に使いたいなって思ってるのと、あとはなんだろうな、そのプロデューサーのパーソナルのまあ、ね、ちょっとね、ちょっと変なところ、まあ、ソードに関連する変なところとか、ソードに関連する変なところえ、ソードを作ってる人間たちはこんなにも愚かな人間なんだっていいやつだ、ハードルを下げる意味で、ね、いいやつらなんだよみたいなところとか、その、まあ、接しやすい環境っていうのをどんどん作っていきたいなと思っていて、ね、だから結構そのニコ生でやってたとか生放送でやってたなんか商品化企画会議とか、あ、そういうのやってみたいですね。あとはね、普段どういう、なんですか、例えばゲームね、運営するとか企画するときにどういう打ち合わせしてんのとか、そういうなんか、それをちょっと裏側ちょっと見せるとかは面白いかもしれないですね。開発現場とかにもね、うん、ちゃんと行って、なんかそういうところで回してみたりね、どういうことやってるのみたいなところも、ちょっと濃いコンテンツとか、ライトなコンテンツとかも用意して、なんか皆さんとか盛り上がっていきたいなと。こんな感じでね、はい、会社からもなんかお届けできると、ちょっとバンダムのね、雰囲気を感じていただきつつ、いや、いい会社ですよ。いい会社ですよ。素敵な会社です。この髪型で、髪色でも怒られません。あれ、なんかね、はい、ちょっとね、YouTube を意識してこの髪型にしてるんですよね、最近の。ちょっとちげえでしょ。ちげえでしょ。違うよ。まあ、違う、まあ、というわけで、この、チャンネルが開設されたということで、動画をご覧の皆様、ぜひ新しくできた SAO ゲームチャンネルをよろしくお願いいたします。はい、今日のご挨拶はですね、我々二見河合が出ましたけども、他にもですね、竹内、スキッタ、そして南もいますのでですね、みんなで SAO のゲームを盛り上げていきたいと思ってます。ということで、いろいろチャンネルが始まっていくんですけども、ぜひ、チャンネルの登録と高評価、あとツイッターの、ゲーム公式もやってますので、ぜひ登録の方よろしくお願いいたしま す。それでは SAO ゲーム公式 YouTube、ビータスカフェリンクスタート。